どうも、キスケです。ということで、5点が覚醒したので、完成させてきました。赤い地凸ですね。で、能力に関しては、まあ、前回の動画である程度喋ったので、ちょっと今回は、ほぼ割愛と、いうことにさせていただこうかな。うん。まあ、前回アビリティは、パープルかつ孫一族ということで、まあ、復活ご飯に乗りますね。復活ご飯に乗るね。まあ、能力的には、まあ自分でも殴れるし、味方の孫一族もしくはご飯に対してバフもかけれるっていう、まあそういう形にはなってるかなって感じかな。はい。そんなところかな。うん。そうですね。気力回復は50ありますね。はい。ということで、混血サイヤ人パーティーで戦っていこうと思います。もちろん、あのぶっ壊れ覚醒フラグメントもつけて、ちょっと、やっていこうかなと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダウの方でやってるんで概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。孫一族パーティー対戦やっていきましょう。これ多分ご飯5点でいくのが結構強いんじゃないかなと思ってんだよな。こういう感じでいく。ああ、うん、まあ、これでいっか。ほんまはまあ、緑出した方がいいのかなっていう感じはするけど。まあ、いいでしょう。多分、前3体で戦ってくるんじゃないかな。あ、5点から行くの警察やったかな。気力50回復あるし、ワンチャン経由で使った方が、まあ、強かった疑惑はあるんやけど。まあ、いいでしょう。よろしくお願いします。で、控えに戻ると、体力回復もするし、何よりフラグメントがぶっ壊れてるから割かし硬いと思うんで頑張っていきたいね。あ、赤色なしか。黄色出してよかったな。お願いします。お父さん、うまい。はい、これね、体力回復してるよね。すごい強いわ。硬っ。ご飯硬すぎ。やばすぎやろ。うまい。あー、ご飯でよかったな。石腕でよかったね。オッケー。うん、オッケーオッケー。オッケー。必殺技でいこう。で、特殊圧ありそうなんだよな。いやー、どうする。きゃー、きつい。あぶねー、これはきついわ。通常で返しとこう。オッケー。いやー、来ないのか。残念。これは残念だ。ライジングがなー、ちょっと打ちづらいんですよね。嘘。オッケー。ちょっと回避見るか。あ、ラッキー。いや、ライジング打ちたいけど厳しいな。オッケー。はい、よーし。このもう気合が大事やからさ、気張っていこう。危ねえ。危ない危ない。よーし。ナイス。これはでかいな。オッケー。よーし。ねじ込んでいく。
いやーこれ美味しいわマジで、ありがたい。 OK、 これは勝ちかな、さすがに。これね、味方の孫一族とかご飯に対してもバフ乗ってるからさ、それが強いよね。運ゲーじゃなくしっかり落としきろう。はい、味方の支援もできて自分自身も殴れる、プラス麻痺アーツ持ってるっていう、なかなかぶっ壊れたキャラクターが実装されましたね。対戦ありがとうございました。さあマッチングしました、GT パーティー対戦やっていきましょう。そしたらまあ多分青色出てくることはないんじゃないかな。まあこれでいっか、お願いします。いやこれ強いぞ復活ご飯とどっちがいいんかって聞かれるとちょっと分からんけど、覚醒フラグメントしっかりと厳選してってやるとマジで強いと思う。俺の S 覚醒フラグメントでもこれやぞ、とんでもないでしょ。 OK、 これはしょうがないな。え ナイス、これは気力50回復して殴っていこう。あ、いいね。あー麻痺ミスか。いやーこれはもったいない。よし、一応もうウーブの皮は剥がせたんでこれは美味しいよ。もうはい、見るね。まあ有利属性で受けて何も問題はないでしょう。ライジングは赤腕で受ければいいんでね。いやー復活ご飯どうなるんだろうなこれ。いやーこれ気絶引いたらまずい。多分泥足入ってるからライジング溜まってると思うんだよな。ナイス、硬くね、めちゃくちゃ硬えわ。はいナイス、ライジングでも良さそう。はいライジング、もうウーブ皮剥がしてるんでね。オッケー、さあラスト2、黄色落とせたんでこれは5点がだいぶ活躍するんじゃないか。ナイスナイス、救急カード打っちゃうか。全力で行くからね、おじちゃん。どんぐらい入るかな。あー強いかもマジで強いかも。まひっていくビリビリで笑った、マジで。あーうまい。いやー今の回避入れてないから俺が悪いんやけど、しょうがないか、回避してほしいな。いや遅っ。 OK、 これはもう親子ご飯の高火力で燃やし尽くしてやろう。対戦ありがとうございました。さあマッチングしました、サイヤ人パーティーかな。黄色がいない。いやーこれはこれはこれは黄色がいない。そうですか、まあこういう感じでいこうか。もうこれやね、この色めちゃくちゃ強いわマジで。不死身でライジング受けれるし手札破棄もできるし、あ出し負け悲しい。まあ先手取れればキャラチェンして5点で殴っていこう。タックルはなし。 OK、打っちゃうよ。よし、これは5点の気力50回復がめちゃくちゃ強い。
で必殺技いこうか。よいしょ。一応ねバニシング回復あるんですよね。ラッキー。おいしい。うまい。あ違う、ずれた。くっそ、これ良くないな。一応悟空4の不死身無効があるからちょっと怖いんだよな。これが覚醒フラグメントの力なんだよな。マジ硬すぎやろ。ガチで硬い。ガチガチ丸。え、早っ。間に合わんか。残念。耐えそう。耐えるくね、これ。耐えろよ。よし。賢い。ナイス。必殺アーツ持ってるかもしれないんだよな。ナイス。これは美味しいわ。オッケー。そのまま落ちてくれんのはめちゃくちゃ助かる。タックルはない。避けろ。オッケー。あー、即回避か。うまいな。はい。いいよ。攻めてるよ。射撃アーマーないでしょ。即圧か。やるね。このまま殴っちゃおう。で、ライジング溜まった。救出使うしかないよね。で、5点に変えて。あ、あー、美味しい。美味しい、これ。いやー、落ちひんのか。マジか。あ、いける。あ、つえ。マジつえ。なんだこいつ。ぶっ壊れちゃってんじゃん。あ、あざした。はい、皆さん、お疲れ様でした。今回は全開覚醒5点使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。強いっすよね。さすがリミテッドの覚醒っていう感じではありますね。やっぱさ、ユニークアビリティで味方も強化してくれるっていうのはだいぶ強いよね、これ。どれやったっけ。あ、まあこれですね。味方の孫一族の余ダメージ上げたりとかさ、ご飯の必殺アーツのコスト下げたりとか、待機カウント短縮したりとかね。石腕ご飯とすごい相性がいいっすよね、この待機カウント短縮っていう感じでしたね。うん。プラスやっぱ、火力もすごいあると。で、覚醒フラグメントのおかげでガッチガチなんですよね。赤一凸でこのステータスなんですけど、覚醒フラグメントつけることによってさらに回復するし、さらに硬くなるし、さらに火力も出るということで、これはね、まあほんま覚醒フラグメントありきで考えるとマジでぶっ壊れだと、僕は思います。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは、よきドラゴンボールライフを。バイバイ。